こんにちは、お久しぶり。はじめまして。アニメ関連の情報をネガティブ寄りにお伝えするこのチャンネルが今回取り上げるのはこちらの作品、歴史に残る悪女になるぞ。アニメ化がすでに発表されていた作品ですが、今回放送年度とティザービジュアルが公開されました。タイトル通りの内容かと思いますので、詳細は他の方にお任せしようかと思います。トップページに他のアニメ系 YouTuber 様をまとめてありますので、ぜひそちらをご覧ください。このチャンネルが気になるのは今回公開された情報の少なさだ。約2ヶ月前にアニメ化の発表があったが、その時はアニメに関する情報は一切なかった。まさかとは思うが、アニメ化進行中に毛が生えたような制作状況だったりするのではないだろうか。というのも、以前にも動画でお伝えしたが、角川はアニメ化進行中ですら宣伝に利用する会社だ。別にアニメ化発表時にたとえほとんど制作が進んでいなくても関係ないように思える。しかし今回はアニメ化発表時からまだ2ヶ月しか経っていないのにもかかわらず、アニメのティザービジュアルが公開された。この2ヶ月の間で制作会社が決まったり、スタッフが決まることは考えられない。そうなるとやはり今回公開された情報の少なさには違和感を覚える。アニメ化発表から間も空けずに追加情報を公開したのは、どんな些細なことでも宣伝に利用したい角川の戦略なんだろうが、今作は本来もっと大事に情報を公開されてもいい作品だ。原作が連載しているビーズログ文庫は2006年から発刊されていて歴史も長い。しかし今までアニメ化された作品はなく、今作が初めてのアニメ化作品になる。ハメフラから始まる悪役令嬢ブームの中、今作が最高の出来になれば、2006年から続く歴史の長さ分、ビーズログ文庫には無限の玉があることになる。それだけに本来であればもっと大切にされてもいい作品だと思う。アニメ化の発表時にキービジュアルや映像もりもりの PV、 声優のインタビューなんかも公開したり、それはそれは本編の出来がうかがえるような期待値のわかるアニメ化発表でもおかしくない。発表するタイミングも大型アニメイベント等のブースでもいいぐらいだ。今回のようにアニメのティザービジュアルが発表されたにもかかわらず他の情報が一切ないのは、角川自体もこの作品のアニメ化に対してやる気がないと思わざるを得ない。とにかくアニメ化の本数を増やしたい角川が悪役令嬢ブームに乗っかろうとしてるようにしか思えなかった。さらに自社で抱えてるアニメ制作会社がいろいろあれなことになってしまって、名前を出すだけでアニメ化の期待値が下がってしまう実情があるのだろう。まだ堂々と発表する分、魔法フィルムが制作しているアニメの方が潔いと感じるが、この辺りに角川の会社としての本質が垣間見れる気がする。もちろん真実はわからない。放送されたら派遣アニメでしたなことも当然ある。なのでこの動画はあくまで公開された情報から思う個人の感想だ。皆様はどう感じたでしょうか？忌憚のないコメントをお待ちしております。それではまた気になったことがありましたら動画にしようと思います。バイバイ。